さあ皆さん改めましてボンジョルノ、ようこそベネチアコートレ、私案内役のボンドリエコンテと言います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあそしてその一つにですね、願い事が叶うと言われている橋があります。後でご案内しますので、それまでに皆さん何をお願いするか。水路の中で一番狭いところになります。後ろのお姉さんの腕の見せ所でございます。頼んだよ、任せといて。では任せて進んでいきましょう。壁近くなります。肘は違います。ありがとうございます。さあこの先ですね、とても美しい景色が広がっておりますので、カメラなどお持ちでしたらね、皆さんご準備してみてはいかがでしょうか。強い風吹いておりますので、お帽子やカチューシャなど軽いお荷物で皆さん飛ばされないようにご注意ください。スター側の景色も、ね、とても綺麗に写真撮れますので、ね、今日は雲一つない空でございますので、ね、いい写真が撮れると思いますので、ね、たくさん撮ってみてはいかがでしょうか。カツリさんのさ、あれと私の監督で
皆さん後ろをご覧ください。こちらもですねまた絶好の撮影ポイントとなっております。後ろのお姉さんも一緒に写りまーす。目の前にですね大きな橋が見えてきました。この橋願い事が叶うと言われている橋でございます。私がですね橋の下で3つ数数えますので皆さん目を閉じてお願い事してみてください。願い事は1つじゃなくて大丈夫なのでねたくさんお願い事してみてください。さあそれでは準備はよろしいでしょうか。行きましょう。うのこれさあ目を閉じてお願い事をぜひ叶いましたら教えに来てください。お待ちしております。さあ前からすれ違いの船がやってきました。皆さんで挨拶してみましょう。気づいてますのでね元気よく行きましょう。さあ本日ですねこのゴンドラにはスペシャルなゲストご乗船しております。お誕生日シールをつけてるお姉ちゃんお名前が見せてもらってもいいシール、うんまのかちゃんありがとう。まのかちゃんのほか誕生日のお祝いで遊びに来てますって方いますか。大丈夫そうですかね。ありがとうございます。ではまのかちゃんの誕生日皆さん拍手でお祝いしましょう。おめでとうございます。楽しい一年にしてね。恥ずかしいね。ぜひ皆さんもですねお誕生日の時にはこの国に来てください。またお待ちしております。さあ目の前にですね船着き場が見えてきました。再び、まもなく終わりでございます。この先、水路狭くなりますので、手や顔、肘、お返しというのも内側へと願いします。さあ、本日は風強い中、ベネチアンゴンドラご乗船いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ゴンドラはですね、岸に着きましても、もう少しだけ前へと動きますので、皆さん、